おはようございます、タクです。本日2023年の10月の22日、秋もぐーっと深くなってきましたね。なんか一歩一歩近づいてきた秋がですね、駆け足状態でもうパク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 、もう秋だ秋だっていう感じで駆け寄ってきてるような気がします。紅葉の方もですね、非常に進んでますね。いやー、もう霞ヶ峠に今向かってるんですけど、いやー、本当秋を満喫できそうな感じですね。さあ、今日はどんなドラマが待ってるんでしょう。頑張ってきまーす。どうも、藤原ブラフィールドアンバサダーのタクサでございます。今日はですね、晴れたり曇ったり、気温の方が10度前後ですね。水温の方、今ちょっと測らせてもらったんですけども、16度まで、だんだんこう落ちてきてますね。16度というと、黒頭流れ、お魚類の適水温でございまして、どう好転するか非常に楽しみなところです。いつハイシーズンが始まるのか、まだなのか、後なのか、ね、遅かれ早かれやってくるとは思うんですけども、まあ気長に待ちましょう。じゃあ頑張りますね。タックルの方紹介しておきますね。竿はいつものブラスティックの A タイプですね。で、リールの方はシマノの3000番ですね。で、ラインの方はアトミックスライダー。今日は 1.755 を使ってます。今日もいい仕事してくれますかね。なんか雨が降ってきましたね。降ったり止んだり。青空はね、見えてるんですけど、たまーにいたずらしてるみたいですね。なんか来ましたね。なんでしょう。カレーちゃんではなさそうですね。おほほ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 ほ。元気だ。グーフーちゃんですね。結構マーメフグなんですけど、マーメイじゃないサイズになりつつあるんですね。皆さん見えますか？今の雨がですね、幸福を連れてくるかもですね。大きい虹。綺麗な虹です。いや、大漁、お願いします。的な。なんか今落ちパクっぽかったですね。何かがブラーの近くにいますね。うん、かかりました。なんでしょう。ゆっくり巻きます。お、カジコンちゃんだ。よっ、カジコンちゃんですね。やっぱり蛍光色のブラを使うと根魚系非常に多くなりますね。うん、タックンが今ですね、水深1メーターぐらいの船根場の上の方にですね、カジカちゃんがたくさんいるということで今探ってますね。さすがっすね。親指カジカでございます。私にも親指カジカが釣れました。カジカくんだね。うん、ちょっとサイズアップ。ありがとうございます。今タックが何かを釣り上げました。来ました、石ガレイちゃんですね。ありがとうございます。アイナメちゃんですね。
いいんじゃないですか。よくですよ。なんか当たってますね。今日はすごい不調って言ったらいいんですかね。お魚が口を使ってくれない一日ですね。なんか来ました。おっ、アイナメちゃんでございます。今当たってますね。今合わせました。何かがかかりました。なんでしょう。いやー、カレーちゃんならいいな。あ、カレーちゃんだ、カレーちゃんだ。スーッと上がってきました。あ、タモ、大丈夫だよ。スーッと上がってきました。ほい、だ出ました。ようやく出しました。うわ、肉厚ですね。いいサイズです。多分今が夕まずめ、火星が一番上がってる時かもしれませんね。塩ブラは、カレーブラの5グラム、ね、レモンイエローですね。蛍光色、チャート色が少しまばゆく見えるくらいの明るさですね。はい、ありがとうございます。30ギリですね。いや、今日の晩ご飯、いや、どうしようかな。今1枚追加ですね。25ぐらいですかね。これはリリースです。今トシさんがかけましたね。タモ入れます？レギュラーサイズ、元気がいいんですね。年には年をのトシさんでございます。うわ、お腹べったりですね。結構こりゃ食いしぶりタイムですかね。あ、今ネットインです。お、それでも、あ、肉厚、あ、いいですね。おお、じゃあちょっと、お、肩いいじゃないですか。おお、了解了解。あ、いいですよ、いいですよ。すごいいいです。はい、ありがとうございます。たっくんパパが釣り上げました。27、8くらいあんじゃないですか。ありがとうございます。え、あっちもこっちも。あっちもこっちも。ダブルヒットでございます。地合いですね。お、お、肩いい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。全然 OK でございます。はい、たっくんママでございます。ありがとうございます。お、トシさんが、あ、マジっすか、リリース、リリースしちゃいました。了解でーす。真下で食ってきましたね。よいしょ。わー、小型だ。クロちゃんですね。だいぶ暗くなりましたけど、もう一枚かかりましたね。はい、どうも、たくさんでございます。今日はですね、非常に厳しい一日でした。まあ、日差しも晴れたり曇ったりで、雨がたまに降ってきたり、非常にコンディションがこうバラバラっていう感じで、次から次って変わってったのもそうだったんですけども、何よりもですね、と思ったのが、もう例年からして言うとハイシーズン宣言が出て、バカスカ釣る時期っていう感じなんですけども、今年はまだ入り口に差し掛かってるのかどうかっていう判断に困っているっていう状況なんですね。で、今日、ね、昼間全然ダメで、夕まずめ、そろそろ始まるよっ
って言ったらパンと30サイズが釣れて、ポンポン、あ、これはいいなって思ったら、だんだん日が暮れてきて、で、ソイ君が釣れ始めたと。それと同時に、30サイズ結構釣れてたんですけど、目視じゃねえや、見たのが5、6枚釣れてましたかね。で、それと同時に手のひらサイズから25、6センチぐらいの30弱っていうクロガシラちゃんがですね、非常に多くなった。これですね、真夏のパターンなんですよ。ないとね、夕まずめでバタバタバタっと型のいいのが釣れて、日がトプッと暮れてソイが釣れ始める頃に手のひらサイズがパカ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 ずっと釣れ続く。これはもう完全に夏のパターンなんですね。たくさんですね、もう秋ね、周りも寒くなってきたし、水の中も水温もぐっと下がった。もうちょっとでハイシーズンだっていう頭がすごいあったんですよ。で、油断しました、はっきり言って。まあ黙っていてもハイシーズンは当然来るだろうっていう感じだったんですけども、ちょっと認識を変えて、価値ある一枚を見出すためにどうすべきかっていう方向でことに当たった方がこれ無難だなと。で、確かにこうね、夕方行って夕まずめ打って釣れる、これはもう非常にいいことなんですけども、じゃあ昼間はどうなんだっていうのがありましてね、確かに当たることは当たるんですよ。本当にちっちゃい当たりで、引いても押しても口をパッと離してしまうっていう反応のなさがですね、非常に苦戦しました。次はですね、その子たちをどうしたらいいか。で、本当にもう入り口なら、その入り口を大きくするためにはどうしたらいいのかっていうことをですね、大前提で、ことに当たりたいなというふうに思っております。勝手かぶとの尾を締めようじゃないですけども、今一度、こう自分が何をすべきか、どう打つべきか、どう乱眼すべきか、どう決め打ちするか、っていう一つ一つをチェックしながら、まあ、調校したいなというふうに思っています。楽しい釣りを。